のは中学男子生徒です。今の練り子の祭りはここから始まります。次に芝屋台の祭りについてご紹介いたします。芝屋台には港とともに発展してきた名残が随所に残されており、遠くからでも一目で識別できる菊水門、さらに菌糸を太く重ねて根付いた華麗な金のねじ幕、これも江戸時代の寝巻物を見ると火花やっただけが紅白の布を光として幕にしています。皆さんこれから
通路開けてください。